はい、アキラソースです。F1 女子が F1 キャリアモードに挑戦シーズン4、最終戦アブダビグランプリ、早速やっていきたいと思います。リアル F1 でもですね、もう今日から、アブダビ始まりますが、まあ、ちょうどね、ゲーム上と、リアル F1 と、最終戦というところで、早速やっていきたいと思います。トロロッソ開発マイナーが1個入りまして、首位のマクラーレンに少し、追いついておりますが、チーム順位、特に、あまり変更はありませんでした。それでは早速予選の方に行きたいと思います。 B 走行ではまたちょっと予選シミュレーションがうまくいきませんでした。あまり、得意と言えるサーキットではないのですが、やはりAI98 で予選シミュレーションをこなすのが一番難しい気がします。最近一桁順位がめっきり取れていないので、予選でできるだけ前に出たいんですが、どうなるでしょうか。嫌いですね。さあ、まずは無難にタイムを出していけると、無難に行って、かといってね、ウィング下げたりとか。スピード出るように調整すると今のセクター1のこの SG 高速コーナーでバランス崩してあさっての方向に滑っちゃったりするんで、ウィングそこまで寝かせられないしってなると、なんかいまいちセッティング良くないのかもしれないんですが、いまいちびしっくりこないんですよね。そしてここポールをなぎ倒してしまうという、 今大丈夫でしたけど、ガスガスポールをなぎ倒しまくっちゃうのが、そしてここからのセクター3、ここら辺、ここで嫌いですね。基本的に無難にまとめられたラップだと思うんですが、さあタイムはやはり最下位だろうかどうだろうかというところですが、一旦戻りましょう。まあ、多分一番最初にアタック多分してると思うので、あ、それでももうやっぱり走った中では最下位ですね。ちょっと待って、トップ33秒台で私36、これはだいぶちょっとシャレになんないぐらい遅いですね。これは完全にちょっと、あ、間違えた、これは完全に我々のファステストラップは1分36.0。ちょっと混雑がクリアということで、2周目走っていきましょう。最下位だけは脱していきたい。個人的にはあれもでも大きなミスない無難なラップだと思ったんですが、まるっきり通用しておりません。セクター1ファステスト、あ、ちょっと
遅れてしまいましたが、さあここはどうか、危ない。あー、ここでデルタマイナスに、あー、いい、またマイナスになったけど、さっきまでの貯金がなくなってしまいました。だーあー、ダメだ。あーでも今これコーナーカットってなったけど、ラップタイム無効になってないですね。そのおかげでコンマ8稼げたっていう。いいのか。セクター2もファステスト表示になってるけど、めちゃめちゃずるいんですけど、システム上問題じゃないなら甘えさせていただきましょう。あ、1.5。さあ 1.5 縮まりましたが、まあ最初がちょっと遅すぎたんでね、まあ、これで15番手ぐらいにはつけたんじゃないでしょうか。おお、15番手で最終的に、わあ、もうなんか案外時間が経っている。最後、最終ラップいっとかないとまずいですね。さあ行っておきましょう。さっきのコーナーカットをしたラップタイムよりは縮められてるんですが、さっきはカットした恩恵があってのあれなんで、さあどうでしょうか。ここでコンマさん遅いと取り返すところがないぞ。前にサインズ、さあ DRS スリップに入らせていただきたい。ちょっと遠いか。嫌な位置にいる。早めにブレーキを踏んでしまいました。これはちょっとアタックラップとしては近づきすぎる、まあ、後ろも同じような距離にいるので、後ろもアタックがちゃんとできていないと思われます。これは2ラップ目が最、2ラップ目だけですね。ちょっと次のアタックラップ、これ2周目、まあ、後ろにはちょっと、今後ろ引っ掛けられた気がします。ちょっとリプレイしてみましょう。後ろは誰だったのか。ハース、今のところちょっと引っかかった気がします。ここですね。まあ頭を突っ込まれてないので優先権はこちらにはあると言えますが、まあまあちょっとレーシングアクシデントといったところでしょうか。まあどのみちタイム更新できてなかったと思うので、さあ結局10何番手だったんでしょうか。さて予選も終わり、明日の決勝を待つばかりとなりました。
トップ3の確認です。ガスリー、サインツ、マックス・フェルスタッペン最下位ではない。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。まあ、言うてもね、トロロッソ2番手チームのマシンが一番最下位チームの間に割って入るっていうのはちょっとダメダメなんですけど、相方はちょっといつの間にかまたポールですし、いやーほんと真逆です。さあストロールだけには勝ちました。もう今後のライバル指定は多分ストロール以外指定できないですね。勝てない、ストロール以外には多分。さあザウバーとウィリアムズだけ評価は高いんですが、厳しいな。なぜこんなに高いんでしょうか。期待には程遠い結果だ。だが諦めるな、望みはまだあるぞ。さあ決勝は、雨の予報はなしです。そのまま決勝の方行きましょう。最終戦終わりよければ全てよしとしたいところではありますが、スタートの前に昨日の予選はどのような結果だったのか、グリッド順位を確認しておきましょう。ポールポジションについたのはピエール・ガスリー。フロントローのもう一台はスペインの新星カルロス・サインツ。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ルクレール、ヒュルケンベルグ、ルイス・ハミルトン、グロージャン、フェルスタッペン。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。ボッタス、ライコネン、マーカス・エリクソン、バンドーン、マグヌッセン、ダニエル・リカルド、オコン、ベッテル、アロンソ、セルジオ・ペレス、セルゲイ・シロトキン、トロロッソ。最後尾に位置するのはランス・ストロール。さてそれではコースに目を向けてみましょう。はい、ということで長いシーズンだったがいい形で終えよう。イエス。さあまたいつもとのように、タイヤを戦略を逆転させる戦略でなんとか走り切りたいと思います。ここですね、9ラップ目で、入るのが一番早いとされておりますが、状況によって、1周増やすとかクリアラップだったらね、もう1周行ってもいいかなと思うので、なんとかオーバーカットをする方向で、頑張っていきたいと思います。あれ、おおおちょっと待って、今間違えた。なんか変なしてしまった。危ない、スティントを削除。危ない。これか。危ない。ちょっと知らない、今、知らぬ間にちょっと変なようなことをしそうになりました。はい。それでは、ちょっと燃料を気持ち多めにして、よし、これでいきましょう。さあ、最終戦。リタイアだけはしたくない。さあスタートはどうか。すごいビビっておとなしくおとなしく、そう、高速コーナーとかであんま競りたくないんですよね、怖いんで。1台オーバーティーク。さあ16番手までアップしました。一度も軽くこづくことなく、順位を上げられたのは自分的には、ラッキーというか奇跡というか。さあこの先のブレーキングは恐ろしい。ああ大丈夫だった。この先のブレーキングが恐ろしい。ラインを変えておきたい。あーでもこの距離ならいけるか、まあ、早めにブレーキングして、はい、よかったよかった。あーポールを投げ倒してしまいました。さあできればもうちょっと距離を空けて走っていきたい。危ない。
と言ってわざと開けるのもねちょっとあれですし、自然と開いてほしいんですが、さあ一周何事もなく戻ってくることができました、小づくこともなく、いやー平和な、あー銀河、おーセクター1ファーストスト、そして今ちょっと銀河をカットしてしまいました。ボールもなぎ倒してしまいました。銀から後ろからは、ライトネンでしたでしょうか、フェラーリが、あベッテルですね、何かあったんでしょうか。ちょっとベッテルのスタート位置がどこだったか覚えてないんですが、あーこれは怖い怖いけど早めのブレーキングはなんかすごく今ちょうど良かったですね。普段オカマ掘ってばかりの私ですが、なんかやっとこのレースは今のところいい感じで早め早めのブレーキができています。この先でもし突っ込んだらまた水の泡になりそうなので、今のところって結構仕掛けるポイント、自分の中ではポイントなんですけど、一般的にはどうかよく分かりませんが、昨シーズンもあそこで毎回誰かを抜いていたような気がするんですけど、DRS が使えるようになってしまいましたが、直線の時に後ろベッテルを守りきれるかどうか、このままオフの1秒以内は入っていきたい。さあちょっと近いんで、あこれは立ち上がりがちょっと立ち上がりです。あ、なんかすごい立ち上がりで置いていかれますね。これはセッティングの差なんでしょうか。今すごくくっついてよかった。あ、オコンが前に、お前仕掛ける、ストロールをオーバーテイクしていきます。まだ残っている、まだある。さあそして私は後ろからベッテルが伺っている。ただ DRS が使えるのでギリギリセーフ。さあそしてストロールが近くなっている。これはちょっと近すぎる。次ぶつけない自信がないぞ。早めに、おぉ危ねえ、すごい早めにブレーキングして相当ギリギリでした。またポールをガスッと全部のコーナーのポールが私のせいでなくなってしまうんではないかというぐらいポールをなぎ倒しております。あーやばい、あーカットになんなかった。さあ現時点で後ろのマシンの方がラップタイムで1秒早い。1秒。さあストロールを抜きたいが、怖くて突っ込めません。あらまたトラックリミット越え、やばい、ペナルティを食らってしまいます。さあ直線立ち上がりでどうしても置いていかれる。セッティングの差なのか、あーこの距離のブレーキングは恐ろしい。ちょっとラインを変えましょう。おっと少し小づいてしまいましたが、あ今の立ち上がりの隙にベッテルに行かれてしまった。さらにその後ろから今小づかれてしまいました。そのおかげで今あクロスライン、またちょっとフロントをぶつけてしまったんですが、ダメージはどうでしょうか。あ右側がすごく一番軽度の、おっと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 、
多分今後ろのマクラーレンにも小突かれながらだったので、ちょっと一瞬マシン、マシンバランスが崩れたところをベッテルにも狙われて、行ってしまいました。これで17番手にポジションダウン。前のマシンは 1.5 秒。新しい戦略を MFD で確認してくれ。まあでも今ちょっともたついてた間に前との差が空いたんで、まあ、これだけ空いてればブレーキのタイミングを気使う必要はないので、しばらくこのまま予定通り、周りがピットインしてクリアラップ取れるまでこのまま、行きたいと思います。タイミングは特に気にする必要はなさそうです。あー燃料をリッチに回して、あ今ギリギリでした。今一瞬締めすぎたかなとちょっと思ったんですが、アロンソがすごい勢いで狙っています。ちょっとリッチでエネルギー回生をしなければなりません。タイムアタックだと周りのタイムに全くかなわないんですが、レースになるとやはり、他の車も前に詰まるせいか、なんとなくついていけてますね。オーバーテイクできるほどの圧倒的な、速度差はないんですが、まあ、ミスさえしなければなんとなく距離を保ったまま行く感じは、できますね。ただこの高速コーナーが全開で、ちょっと曲がれなくなりつつあります。 DRS のデプロイメントを下げるんだ。充電する必要がある。またか。ちょっと今ハンコンのペダルがずれてしまいました。ちょっと前も何度かあるんですけど、ずれてしまうと操作ができないので、そのタイミングでコーナーカットでペナルティ。いやー、ちょっとまあその前に不要なカットがあったんでしょうがないですが、よし、ハンコンもなんかちゃんとしたシートに固定できたりするとすごい面白いんでしょうけど、さすがにそういう設備ないんで、机にかませて普通にパソコンでチェアに座ってるだけなので、専用のなんかもうちょっと足元を固定するやつが欲しいところです。3秒ペナルティになってしまうと、何番で下がるか、後ろが詰まってるかどうか。おっと危ない。今滑って危うくあさっての方向に行くところでした。ピエールがピットに入った。さあここでガスリーがピットイン、6周目でピットイン。おっと結構大量に、ピットインしていきます。さあこの周からプッシュしていきたい。あーやばい。そしてエネルギー回収するのを忘れていました。まずい。しかし今から直線区間、ここで回生を落とすわけにはいきません。あー牽制しつつ、この周は来ないか。いや後ろ2台来てますね。今一瞬3ワイドになりかけたんでしょうか。ここは大丈夫そうです。
在見た目の順位が6番手。さあこの周で前が完全にピットインするでしょうか。今ちょっと勘違いして一瞬アクセルを緩めてしまいました。緩めなくていいところで緩めてしまいました。これもロス。さあ前の車がみんなピットインしていきます。これで見た目の順位が私がピットになるんでしょうか。見た目の順位がトップになりました。さあおっと危ないプッシュしていきたい時に限ってエネルギーまた回収するの忘れてしまった。さあ後ろに、チラチラしていたものもないので、あガスリー圧倒的な速度差で圧倒ちょっと接触、どこから飛んできたんでしょうか。全く見えませんでした。そしてなんかもう車が全然違うんじゃないかというぐらいめちゃめちゃ、あちょっとここは引いておきましょう。チームメイトで、トップを快走するガスリーを、ね、撃墜するわけにはいきません。私の役目は、ガスリーを行かせて後ろを蓋をするのが、セカンドドライバーとしての、役割。ただ今後ろタイヤの消耗に関しては問題はなさそうだ、ね、しばらくは十分なグリップが得られるはずだ。あじゃあもう一周行こうかな確かにあんまり、あそして今ちょっと低速区間で ERS エネルギーがちょっと溜まった感じがします。うわーガスリー早いな。あこれでも自己ベスト出ますね。まだじゃあクリアラップのうちにオーバーカットをできるだけしておきたい。このラップまで、この周回でピットインしろ。この周回だ。で、周回まで、これで走りたいと思います。集団で走るより絶対、気にしなくていい分速いはずです。さあ先ほどから自己ベスト更新で来れているので、バッテリーが放電気味だ。 ERS のデプロイメントを下げろ。さあここからは、充電していきましょう。やっぱり前が詰まってない車には追いついていけないレベルですね。残る燃料は5ラップ分くらいだ。さあどこで戻れるか。ピットイン前は、17番手ぐらいだったと思うんですが、今回は珍しくウィングの交換もしないので一番最小限の時間で済んだ気がします。出口の白線には近づくなよ。線を越えて出れば危険、ペナルティーを課されるぞ。さあ現在12番手で復帰。5番手ほどオーバーカットすることに成功ということで、大成功じゃないでしょうか戦略的には。そしてこちらはハイパーソフト柔らかいタイヤでのフレッシュタイヤということで、ここから、ガンガン飛ばして、前に追いついていきたいところです。たださすがに距離的に10番手を狙うのは難しいか。ただ前のペレスはなんとかなるかもしれません。ただ残念なことにペレスの前が詰まってないので
詰まってない相手に追いつくというのはちょっと、私の実力的にはちょっと厳しいかなというところです。フレッシュタイヤのアドバンテージがあっても差を詰められるのかどうか。まずは1秒以内に入らないことには話にならないんですが、先ほどから全く近づける感じがあんまりしません。さあこの周ファステストラップを狙っていきたい。あ、ちょっと近づいてきました。セクター1パステスト。さあこの次の DRS ゾーンで仕留めていきたい。ちょっと離されますが立ち上がり、さあ DRS スリップも使って、あーちょっと目測を誤りましたが、ここでインアウト交代。ただまだある。よし、よくやったな。素晴らしいパスだ。まだイン側にいる、さあここでインで頑張る。あ、ミックス2にしていいぞ。ミックス2だ。今は余裕がある。くー、あそこは DRS 区間がその後も続くので後ろになったときに攻撃されてしまいましたね。おーっと、やばい。あー、ぶつけてしまいました。さあウィングのダメージはどうか。残る燃料は3ラップ分くらいだ。ノーダメージ、ちょっと無理くりでしたが、なんとかペレスを、かわすことに成功。これで11番手に浮上。そして残りは、2周、いや、この周入れて3周ですね。ただもう前が完全に見えないぐらい遠いので、これ以上番手を上げることはできるかどうか。一瞬がコーナー曲がる前の車が少しだけ見えましたが、さあここで後ろに DRS の多分使われているが、どうか。ここでは大丈夫か。ただ次の直線気をつけなければいけません。もうちょっとエネルギーが、ありません。こっち、DRS のデプロイメントを下げるんだ。充電する必要がある。充電していきましょう。次の直線で抵抗できるだけのエネルギーを貯めておく必要があります。まだタイヤの美味しい部分は残っているか。あー、ちょっと今減速が早すぎてちょっとうまいこと回れませんでした。ただ後ろは少し離れたので、後ろ2台でバトルをしてくれれば、後ろにぴったりくっつかれる心配は出したでしょうか。残る燃料は1ラップ分だけだ。さあ、そしてちょっとエネルギーじゃないね、燃料も少し怪しい感じがしてきました。ああ、ここで
セクター2ちょっと遅れてしまいました。あ、やべ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 、あぶねえあぶねえ。ただ今のミスのおかげで後ろが急激に近づいてきてしまった。後ろのペレスがせっかく1秒以上離したのに。さあファイナルラップ、ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。ああ、そしてエネルギーリッチが厳しい。ノーマルに戻しましょう。リッチでは走りきれない。もうちょっとアクセル抜いて少し稼いで直線用にリッチを残したい。この距離だとリッチとホットラップでギリギリだと思いますが、さあどうか、逃げ切れるか。この直線と次の直線だけ逃げ切れれば11番手は守れるはず。次の直線は短いぞ。大丈夫そうだ。よし、そしてセクター2パステスト。燃料もこのままリッチで、さっきちょっと稼いだ分大丈夫そうですね。ただ、3秒ペナルティで13番手フィニッシュということになっています。この冬は課題を克服し、来年はもっと上を目指すぞ。ドライバーが姿を見せました。トロロッソは若い才能を期待、ピエール・ガスリーにとっては良い結果。これでチャンピオンシップでのリードが広がりました。さて、ドライバーオブザデーですが、誰を押しますか？トロロッソのドライバーしかないでしょう。攻めに攻めてたし、タイムも良かった。抜きんでた走りと言えるでしょう。コンストラクターズタイトルはほぼ決まっていますが、一方、トロロッソはこの週末も絶好調。引き続き順位を上げています。本日のグランプリは終了です。まあちょっとね、お別れの時間となりました。また次回お会いしましょう。2番手下がってしまいましたが、まあ、13番手、最近の戦いで言うとまあまあ自分としてはいい方かなという気がします。まあ、15より上、10から15の間だったらまあまだ良かったかなという感じです。そしてランキングですが、自分は17番手10ポイントで、変わらずというな、ところでした。そしてコンストラクターズはトロロッソを、マクラーレンを抜いて、2番手に浮上です。私がポイントを取れなかったがためにトロロッソのコンストラクターズを逃してしまいました。チームメイトからは、359対10ポイントという、今までかつて見ないぐらいのポイント差で圧倒的にボコられてしまっております。ということで、シーズン4アブダビグランプリ終了となります。さあ、ファステスト、まあ、ガスリーポールの人には勝てないですね。28は無理だよ。さあ、すでにもうチーム評価はなくなってしまっております。さあ、契約更改来るでしょうか。大活躍だったわね。いい結果を残せたから強気で契約交渉に臨めるというものよ。私の報酬も増えるわね。
じゃあゆっくり休んで、この辺の次もこの調子で頑張って。判断基準がなんかすごくよくわかんないんですけど、どう考えてもいい評価を受けるはずがないんですがどうしちゃったんでしょうか。ということで提案の修正も可能よ。高い目標を設定するほどチーム側が示す条件も良くなるわ。こちらの希望を提示することは何度かできるけど、注意して、チームの評価以上のことを望んでも却下されるだけだし、ね、あまりしつこいと最初の条件に戻されてしまうから。4位5位提示してて、これだけ契約価値が低いよって、なんかすごい無理ゲーなんですけどね。ただアップグレードももう今マイナーがないんですよね。メジャーもアルティメットとかしかないから、正直レベル2、3じゃないとあんまり今もう意味がないんですよね。でもそうなるとね、難しくなっちゃうし、ちょっとこれはもう一番できる、一番最下位にさせていただきたい。こないだ7だったやつが9まで拡大しましたね。あー、そっか、ポイントじゃないや、評価バーがなくなってもここがだんだんこう増えていって、最終的に20番手とかが出た状態でそれでもダメだったら放出されるとかなのかな。結構猶予があるのかもしれないですね。で、セカンドは、当たり前のように受け入れます。一番ここでできる最大限の順位が9番手セカンド、まあこれイージーとかにしたら、まあ、ハードとかにする方がハードルが高い分契約しづらいんでしょうけど、絶対無理です。ミディアムでも難しいので、ちょっとまあミディアムでさせていただいて、レースポイントここはできれば75欲しいんですが、ポイントたまんなくなっちゃうので、あとこれもな、もうポイントアルティメットぐらいしかないから、並行開発でしてもレベル3じゃないと意味がないのと、アップグレード速度も正直もう全じゃないと意味がない。ちょっとこれで一回やると、ちょっとどの辺までいくか。欲張りすぎたわね。全然ですね。少し妥協しないと。どちらかというとピットストップが短い方が実際いいんですけど、まあでもこうしたらどうでしょう。いやー無理か、まあ、もう一回できるんで。あー、いやでも難しい。希望が通ったわよ。あー、全員が納得してくれたみたい。20だとギリギリいったぐらいかな。まあまあとりあえず9番手以内にちょっと条件が緩くなったので、まあまあ良かったかなという気がします。ということで、年間の成績こんな形になっています。最終戦は13番フィニッシュ、ということで、まあそんなね、あんまウィング壊すとかがなかったので、自分の中では結構走ってて楽しかったかなというところは、ありますが、結局1年通して AI98 から一度も上げられなかったので、上げられなかったし、アシストも何もオフできなかったので、シーズン5こそはまずは目標の AI100 になるように、頑張っていきたいと思います。とりあえず来季いきましょう。確か全部結果が出る。そうね、ちょっとここの3連リタイアがちょっときつかったですね。危うくもう放出されるかと思っちゃったんで。さあ来シーズン、これでもうオーストリアのあれになるんだっけか。元気そう ね、体調は万全ね。またタフなシーズンが始まるわよ。はい、
ということで、シーズン4、全工程完了となります。また、シーズン5、このまま、最終的に AI100 で、アシストオフ達成するまでこのシリーズ、続けていくつもりですので、またシーズン5でもよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。